アレクサンダー・フォン・フンボルトの1799年の報告に基づくカシキアレ川の地図カシキアレ川、またはカシキアレ運河はオリノコ川上流の分流である。この川は南流してネグロ川に流れ込む。そのため、この川はオリノコ川とアマゾン川の間のユニークな自然な運河を形成する。それは地球上で最大の二つの大河をリンクする分流である。 1744年にイエズス会のロマン神父なる者が折の子川を遡っているとき、ネグロ川沿いの村落から来た何人かのポルトガル人、奴隷省に会った。彼は、カシキアレ川経由で彼らが帰るのに同行し、その後折の子川へ引き返した。シャルル・マリー・ドラ・コンダミーヌは、7ヶ月後にアカデミー・フランセーズに、ロマン神父の驚くべき後悔の説明をすることができた。 この不可思議な水路の存在は1639年にアクーニャ神父が初めて報告していたことで裏付けられた。しかし1756年にイトーリアガとソラーノとのスペインの境界線委員会によって確認されるまでロマン神父の報告はほとんど信じられていなかった。1800年にドイツの科学者アレクサンダー・フォン・フンボルトとフランスの植物学者 エメボンプランがこの川を探検した。この川の標高は知られていないが、南アメリカの水路学研究の最重要課題である。旅行者の報告によると、標高は400から900フィートである。しかし、南アメリカの各地での高さに関する研究により、300フィートを超えていないとの研究結果も出ている。この川は、 サンカルロスの町の近くのアマゾン川の支流ネグロ川とエスメラルダスのミッションの下流9マイルのオリノコ川上流を結ぶ。この川は概ね南西に流れている。また、蛇口も含めた長さは約200マイルである。幅はオリノコ川との分岐点で約300フィートであり、流速4分の3マイル毎時でネグロ川へ流れる。この川の水量と流速は 途中にある多数の大小支流の合流により増加し、うっきには5から8マイル毎時に達することもある。そのねぐろ川との合流点での川幅は約1750フィートに達しており、このことは折の小川からの水流が一部に過ぎないことを示している。洪水地には、この川は通常の合流点から約50マイル上流の i t 2 b にという地点に整流する分流により、 ネグロ川との別の接続を行うと言われている。寒気には、それは浅瀬を持っており、さす少数の早瀬及び花崗岩によって妨害される。この川の流域には、森林が広がり、ネグロ川よりも肥沃である。この川の走る平原は南西に傾斜しており、ネグロ川のそれは南東に傾斜している。カシキアレ川の流域には無数の昆虫がはびこっている。 この川は一般に推測されるような水平な大地上の穏やかな運河ではなく、もし、織の子川と接していなければ、完全にアマゾン川の支流ネグロ川の支流である、大きく急な川である。カシキアレ川の西にピミチンの地境と呼ばれる織の子川とアマゾン川のより短くより多いな連絡路がある。そこには、織の子川の支流、 アタバポ川の支流のテアニー川を遡ることにより到達する。テアニー川は多少難所があるものの小型ボートの航行が可能であると信じられている。地境は50フィート程度の高さの起伏のある湿地と湿原であり、横断する距離は最大でも10マイルもない。大きなカヌーをテるに川から引き、ピミチンと呼ばれる小さな流れによってネグロ川に達することができる。 この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、アマゾン、インスイクロープディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティープレス。ありがとうございます。